皆さんこんにちは、オルタナチャンネルナイトですムーイン指名手番です。そしてどうも、あー元気ですということで、はい、ファッションユーチューバーですということで、家に戻ってきました。前回自由で買った服、1週間コーデしましょう。月から日まで、やりましょう。自由でだいぶ買ったからね。これレシートの長さ、だん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 やばい、だんだんめっちゃやばい、もう買いましたね。エグザイルの忘年会ぐらい合計金額が75,675円でございます。おお、全然映ってない1着2000円ちょっとかな。相当安いですよね。じゃあ月から日までやっていく。オッケー、いきますか。よし、出します。出していいですか。出しますよ。はい、はい、終わっただけ。全体的にやっぱ春っていうのもあって、はい、色が明るいですね。もうどう、源氏の中ではコーディネートできてる。そうですね、できてますね。早い、整いました。整いました。整いましたね。こいつ服が好きで仕方ないんですよパンツがあると結構幅が広がるから、ライトなんて1本しか持ってなかったんだから。そうなんだから、生き抜いてきたんだから。パンツ1本で YouTuber やってんだからいないでしょ確かにいないな。もうこの時点で、なるほど、分けてんだから。分けております。月火水木金土日、オッケーです。ということで、テーマは一応春。そうですね、春。春の1週間。春のポイントとしては、秋に比べてカジュアルが増えたりとか、色が鮮やかになってきます。なるほど。じゃあ、月曜日からいきますか。お願いします。月曜日ですね。はい。内藤多分今持ってる服、ほぼ企画で買った服じゃない多分逆に一人で買う、相当迷うよね。あー、確かに。なんか入ってる？いい感じですよ。うわ、いいね。おー、いいね。いい。すごい、手できる。さすが。いやいやいや、さすがファッション。それは褒めるとこじゃないでしょ。さすがの握力。いかがでしょうか、月曜日コーデ。タイトルはこれ、代々木公園デート。月曜からデートです。月曜からデートです。この男ニートですポイントとしては、はい、アースカラーって言って、まあ、こうグリーンだったりとかネイビーとかは色合わせがいいんですよ。あとロングコートなのでワイドパンツ合わせても雰囲気がグッと作れるんですよね。このちょびっとこう白が見えてる感じも清潔感プラスできて、この色いいね。このワイドパンツも自分じゃなかなか選ばないけど、はい、こういうの履いてみるとすごいいいなと思う。内藤さんっぽくない。いいですね。よし、じゃあ着てみよう。これ続いて火曜。火曜日、今回ワイドパンツ多めで選びました。はい、ナイトのイメージがスキニーしか持ってなかったからね。一着しか持ってなかった。それがもう定着したんだろうね。だって俺、肌にくっついて離れなかったもん。スキニーダサいな、こいつ。ということで、火曜日のタイトル、友達とスケボー行ってきます。あいい人生送ってるな。すごいニートですね。すごいニートです。で、まあポイントとしては、はい、足色ですね。ここがすごくこう効いてるので、このオレンジに目が行くんじゃないでしょうか。で、まあ、インナーで白を使ってるんですけど、絶対的に皆さんが今後買った方がいいものは、こういった白のカットソーとかニットだったりとか。使いやすいもんね。使いやすい、応用できそう。だから火曜日のコーデです。じゃあ続いて週の半ばです。疲れ始める時です。そうだね、水曜日。すいません、ちょっといやいやはい、ということでできました。タイトルは、地元の同級生に合うんだコーデいいね、ラフな感じで。そうそうそう、パンツを変えます。ここでこれはまた変わってきますね。これは実家のお母さんが帰ってくるから焼肉行くんだコーデ焼肉行きましょう、はい、で、まあコーディングのポイントとしては、はい、結構この上が可愛いので、下はシュッとこうまとめてあげて中央を測りました。で、あと、まあ、キャップを使うことによってまたその世界観もねプラスして、 K-POP アイドルみたいな。うん、確かに1コーデ目と全然雰囲気違くないですか。違うの。水曜日、木曜日、一番難しいよ、木曜日が。確かに木曜日行きましょう。明日金曜だし、だけどまだ木曜みたいな。もう最初にテーマ決めちゃいます。お、あ、なるほど。はい、一人で出かけます。一人で出かけます。一人で出かけます、コーデ。はい、じゃあこれお願いします。あ、しかもこれ内藤さんがこれ着たいっていう。そうだね、内藤セレクション。はい、一人でお出かけ。一人でお出かけコーデです。こういう美容師さんいるよな。可愛らしい感じのね。女子受け結構しそうな感じ。そうですね。可愛い感じで、うん。春の雰囲気めちゃくちゃありますね。ちょっと後ろ向いてみて。ストリートっぽい感じが入ってて。裏を見るとちょっとのど系な感じがあって、うん、めっちゃいい。比喩が濃いです。続いて金曜日。お、電車がね。アナキンですよ。出ました、はい、これ多分一番最初に目についてる。そうかもしれない。これデニムのモッツコート4990円。安い安いで、
パンツが一番いいのは黒スキニーだと思うので、黒スキニーと合わせましょう。オッケー。金曜日です、これ、はい、うわかっこいいな、これタイトルは気になってるあの子とデートコーデ落としていく。かっこいいな、これ、うん、いいね。アーティスト感出るな。 PV で雨に当たってる人いいっすね。土曜日行きます。まあ土曜日といえば休み、何かね、はい、まあ明日が休みということで、そうだね、こちらです、はい、タイトルは従えてる後輩引き継いで飲み行こうです。あーなるほど、はい、大人の雰囲気もあってカジュアルな雰囲気なんですけど、コートだったりとかシャツで中和したコーディネートでございます。軽やかな感じで遊びに行きやすい、はい、誰連れていく？それはやっぱりゲンジちゃんでしょ。ウィン何それ。いいっすね、土曜日コーデ。さあ最後の日曜日、こちらでございます、はい。日曜何も予定ないけど、とりあえず公園散歩ブラブラ行ってみた方で、いろんな人もいいですよね。いいね、まあ、そんな感じでも、やっぱ源氏色の使い方がうまいね。そんな感じで日曜コーディネート完成でございます。おー、これで1週間完成。はい、完成。じゃあ最後に、うん、まだパンツがあるんで、それでそれ履いてください、パンツだけ。これですね、最後。かわいい、490円、超安い。いや、いいね。これをいかにコーディングするか。あ、でも被るとこ見えてるよよし、それでは行きますか。ご覧ください、どうぞ。おしゃれだな人のようにパンツを巻いてきました。で一瞬もパンツって分かんないです。一瞬パンツCA さんがつけてそうな案外まとまっちゃう